ホークス先発は和田です。その和田の立ち上がりを1回の裏イーグルス攻めます。いきなり先頭の山崎剛がスリーベースヒットで出ます。ノーアウトランナー3塁で、今日2番の鈴木大地、この当たりをピッチャー和田が取ってボールこぼしましたけれども、これ山崎ベース離れていました。タッチして3塁ランナーアウト。でこの後ツーアウトランナー3塁1塁で今日5番の辰巳でしたけれども、三振でスリーアウト、チャンスを生かせませんでした。初回2回です。イーグルス先発は唐島、この回は満塁のピンチで中村晃、ワンアウト満塁でセンターに打ち上げました。犠牲フライで1点を先制します。3回も唐島はピンチを迎えます。ワンアウトランナー三塁から今宮のタイムリーヒット、これで2対0。そして柳田に一発を浴びます。今シーズン第19号のツーランホームラン、4対0とリードを広げたホークスです。さあ唐島4回です。この回もツーアウトランナー2塁とピンチを迎えましたけども、ここは三森を打ち取りました。結局今日はここまで4回4失点でマウンドを降りました。5回は2番手安楽です。その安楽が満塁のピンチ、2本のヒットとデッドボールで代打柳町にタイムリーが生まれます。これでホークス追加点。6回です。高田光一3番手がマウンドに上がりました。その高田ですけれども、ツーアウト満塁というピンチを迎えましたけれども、ここは最後牧原を打ち取りました。7回です。ホークスの方は6回から継投、泉がマウンドに上がって2イニング詰め、その泉から連打でチャンスを作ります。三塁一塁で山崎剛、一塁際どいタイミングがセーフになって、これダブルプレー崩れになりました。この間にバルモレホスが帰って1点を返しました。さあ8回の高田です。この回もワンアウトランナー三塁、ピンチで今宮にタイムリーを許します。今宮今日2本目のタイムリー、7対1になりました。8回です。マウンドにはつもりが上がって浅村がヒットで出ます。でこの後島内倒れますけれども、今日5番の辰巳、この当たりがライトスタンドギリギリに飛び込みました。今シーズンの第9号のツーランホームラン、2点を返します。7対3。さあゲームは9回です。ホークスの方は9回松本がマウンドに上がってツーアウト、最後のバッター山崎剛がセカンドゴロでこれでゲームセット、7対3。イーグルス敗れてホークスが連勝を伸ばして、そしてホークスマジック点灯ということになりました。